ですね、北斎の展覧会がフランスのアルザス、パリの東といいますかね、ドイツとスイスの国境にある町なんですけども、そこで北斎展をやることになっておりますので、そのことについて皆さんに説明したいなと思っております。これはですね、このフランスのアルザスという町はですね、フランスでは一番美しい町という表現をしておりましたけども、日本の文化を大切にしている町なんですね。これ僕はとても珍しいなと思ってるんですけども、例えばですね、着物のことをこやっていたり、それから刀のつばの美術館があったり、それからですね、漫画ミュージアムがあるんですね。漫画というのはですね、北斎が作った造画なんですけども、江戸時代に作りましたね。北斎漫画の時に、よろずえを漫画という表現をしたんですが、そういうことがあって、漫画文化っていうのは北斎からスタートしてるんですけども、そういうことも皆さんあまりご存じないんで、実際には私の方から言いますと、もっとその文化を大切にしなくちゃいけないんだけどなっていうのがあるんですが、フランスのアルザスのエリアでとてもそれを大切にしている、素晴らしいことだなと思ってるんですよ。で、このですね、アルザスで、子供のための北斎展をやろうということになりましたね。これは子供のためっていうのは、北斎は随分子供に力を入れて、やってきた絵師なんですけども、皆さんはあまりそのことも知らないんですよね。我々は教育者北斎という表現をするんですが、なかなか日本の方は教育者北斎という視点がないもんですからわからないんですね。実はね、今度アルザスでやるその子供のための北斎展というのは、とても僕は大事な発想だと思ってるんです。で、フランス人がすごく喜ぶというのもですね、あのエリアはですね、アルザスの最後の授業っていうのがあったんですけども、これは本になって有名になりましたが、それはアルザスなんですね。非常に教養の高い県で、知識人がいっぱいいるところだというエリアなんですけども、そこが北斎のことを、教育者北斎ならぜひやりたいって言ってきたのは素晴らしいなと。もっと言うと、日本の人たちはあまりそういう言い方をしないしですね、そういう知識がないんだろうと思うんですね。で、実は北斎っていうのは謎の北斎って言われましてね、非常に難しい男なんですね。例えばですね、わかりやすく言うと、歌丸ならその美人画だという、そういう捉え方をしますね。53次の白重は風景画だという、そういう捉え方をするんですね。ところが北斎は捉えどころがないんですね。というのはですね、彼はあらゆる絵を描く人なんですね。美人画もうまいし、それから役者絵もうまいし、それからそう風景画もうまいし、もっと言うと肉質画をやったり、挿絵をやったり、それから漫画を描きますね。とても珍しいその絵師なんですね。ですから、つかみどころがないので、謎の絵師という表現をされるんですけども、とても難しいので、日本人は知らない。ところが、これはですね、日本人が知らないというのはとても困ったことなんでですね、どういうことかと言いますとね、これ、我々が外務省と作ってきたんですけども、この富岳36件はパスポートに全部入っています。全部入っているというのは、48ページですから、全ページ北斎のページになってるんですけども、これはですね、我々が外務省、今林大臣ですけども、林大臣とも話しましたが、全ページだったのかという知らないんですね。で、パスポート持ってる人が私のところに来まして、先生どの絵が北斎でしょうって言われたことがあるんですね。全ページですよ。これはびっくりするんですけども、全ページが北斎っていうのはですね、そんなのは世界のパスポートでないんですね。で、大英博物館の館長なんかが言うのは、さすが日本だなという、芸術の国だからこういうことができるんだという表現をしておりますが、彼らはそう言って、これは素晴らしいねって言うんですけども、日本人がそれを評価してないし、あまり知らないですね。もちろん、外務省発表はしてましたけども、もう2020年から新しいパスポートは全ページが北斎です。ということは、日本人の身分証
基本は北斎なんですよということになりますとね、日本人が知らないでは済まないんでね、知ってなくちゃいけないんで、まあそういうことがありましてね、もっと北斎を大切にした方がいいですよという、それと2024年には千円札が北斎グレートウェーブが入りますね、神奈川沖縄ではそのことも皆さんあんまり知らない、これはやっぱりなんていうのかな、その正直言ってね、文化を大切にしない国になってしまったというのは事実なんですよね。まあちなみに、東大が世界の34位だったという、東大なんてのは10位から外れたことないんですよね、ざらっと何十年も、まあ100年以上ですね、これが34位、これは何だという、正直言いまして、その文化が遅れてるというのは事実なんですね。先月かな、子ども賞っていうのは作ったんですね。子どもの賞ですね。子ども政策賞っていうのが作りましたね。で、その時に大臣が、女性の大臣が言ってましたけども、30年間放ってありました。初めて子供に光を当てる賞を作りました。びっくりしたんですけども、放ってあったんですね。要するにその文化の遅れというのはですね、どういうことかって言いますとね、北斎が活躍してた江戸時代の末期ですけども、文化文政時代、これは家なりの頃ですけども、文化文政という時代があったんですね。珍しい時代です。その時に識字率が、世界の識字率が 90% を超えてたという世界一の教育大国だったんですね。今34位という、まあその頃パリとかロンドンはね 70% 確か行ってないはずなんですよ。そのぐらい優秀な国だったのが、この150、60年でどういうことなんだというのがどん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 落ちてきてしまって、とても情けない状況だというのはこれは現実ですね。で、これはね、やはり子供を大切にしないということは文化をどんどん衰えさせることなんですけども、まあその結果現在みたいな状況になってしまった。これは正直に言いましてね、まあ、僕が反省しているのは我々大人が悪いという、我々が何をやってたんだという、これはとても情けない結果になっているというのはちょっと反省しておりますが、でフランスのアルザスがそういうものを大切にしてくれてる、しかも日本の文化をいろいろ発信してくれる、これはですね、フランスに、まあ、ここに書いておきましたけども、フランスのアルザスの中でセジャというその日本学研究所っていうのがあるんですね。これは皆さんの中の資料に入れてあります。こういうところが日本のことをですね、勉強もするし発信をしてくれてる。しかも漫画文化っていうのは、ご存知かな、フランスが一番大切にしてるんですね、世界で。漫画文化大賞も出してますね。日本はそういう文化を大切にしないもんですから、そういうこともやってませんけれども、フランスはとても大切にしてます。で、フランス人で北斎知らない人いませんよって言われたんですけども、もっと言いますとね、北斎の娘オエというのがいるんですが、フランス人でオエを知らない人いませんよって言われたんですよ。びっくりしたんですけども、日本人でオエ知ってるのは何ぐらいいるんだという。北斎の場合には親子絵師ですよね。正直言いましてね、そういう認識も日本人にはないですね。それとその北斎の場合には海外ではデザイナー北斎という言い方をします。北斎漫画のことを北斎デッサンという呼び方をしますね。これはとても大事なんですけども、印象派がみんな勉強したんですよね。それがジャポニスムっていう風を生んだんですが、ジャポニスムイコール北斎で、ジャポニスムイコールアルヌボーですね、新しい芸術だ。だから印象派が全部勉強した、これははっきりしてるんです。印象派の場合にはですね、軍団ですよね、絵描きの集団じゃないですね。オードレールがいるし、マラルメがいるし、ドビッシーがいますしね、そういう意味ではとんでもない軍団を北斎は動かした。で、19世紀最大のアーティストという表現を北斎に対してしてます。19世紀最大というのは、印象は全部19世紀ですからね、
最大のアーティストは北斎だという、そういう位置づけで北斎を呼ぶんですが、日本人は興味がないのかよくわかんないですね。そういう評価はしないですね。もっと言うと、その広重と北斎一緒に並べたりするんですけども、とんでもないですね。広重は世界を動かせませんね。どういうことかって言いますとね、広重が30ぐらい下ですよね、北斎の。これで北斎の絵をどんどん勉強して53次を出しましたけども、広重が53次を出した時に、もう北斎の53次が十何年前に出してるんですね。北斎の53次ってのは36系の他にあるんですね、持ってるんです。だから広重が出せなかったんです。例えばそういうことを含めて、広重とはちょっと比較できないんですよということは、日本人は分かってないんですね。結果、北斎をどっかで忘れてきちゃって、あまり大切にしない。世界が非常に大切にしているという結果になってしまったんですね。これはですね、ついでに言ってみますけども、僕自身がですね、こういう北斎学会をやってます。で、なぜこれを出したのかって言いますと、これは国中の先生たちがみんな参加して、北斎学会を立ち上げました。どういうことかって言いますとね、北斎の場合にはウクイ学会に入ってるんですけども、ウクイ学会の一人だという表現は間違いないんですね。ウクイもやってた。だ、全然違う観点でそのウクイ学会の北斎というのは存在してるんで、ちょっと違うでしょっていう、ウクイもやってたけども、教育者ですしデザイナーですしね、そういう意味では全然ちょっとこうちゃんと北斎の場合には立てないと間違えますよっていうのがありましてね。で、北斎学会というのを立ち上げました。っていうのは、この時に同時に北斎展もやってるんです。これは森ビルでやったんですけども。で、どういうことかって言いますとね、北斎の場合には、その日本はあんまりそのことを話題にしてませんけども、もう8年前ですか、ベルリンから始まって、大北斎展があって、ロンドンでやって、パリでやって、15分になりますんで、まとめに入っていただいてもよろしいですか。すみません。はい、そういう北斎をですね、大事にしてくれるフランスのアルバスというところがありますよということで、それでですね、今回そのことについては神奈川でもレクチャーやりますんでね、鎌倉でやることになってるんで、ぜひ鎌倉での取材もしてほしいなと思うんですけども、この6月18日に資料入ってます。鎌倉でやりますんで、その時にそのタイトルもダヴィンチと北斎という形でやります。なぜダヴィンチと北斎かって言いますと、時代を変えた絵師なんですね、2人とも。その時代を変えたとんでもない絵師ですけども、そういう2人の絵師がいますよということで、北斎とダヴィンチの途中からやります。ですからこれに来ていただけるととても分かりやすいと思います。で、このさっき言いましたジャポニズムである、これは世紀末の大きなその美術の19世紀の美術史を変えたと北斎はそう言われるんですけども、そのぐらい大きな仕事をしているのと、それからダ・ヴィンチのモナリサを皆さん知ってますけども、モナリサの次に有名な絵っていうのは北斎のグレートウェーブなんですね。そのことを皆さん知らないですよね。これは海外では2番目に有名なのはグレートウェーブですよ。これは僕が言うんじゃないですよ。大英博物館の館長も、ボストン美術館の館長、メトロポリタン美術館の館長もみんなそういうんです。それは素晴らしいと思うんですよ。このグレートウェーブの凄さっていうのはですね、そういうその世界的なイメージを持ってるんですけども、日本人はグレートウェーブって何という神奈川沖並浦ですね。で、もう一つはですね、神奈川沖並浦だけじゃなくて、神奈川の絵を7枚描いてるんですね、北斎は。それは素晴らしいと思ってます。ですから、これはですね、それも皆さんの資料の中に入れておきましたが、7枚もこの地域から北斎は描いている。で、このフランス36景というのは北斎が70過ぎに描いた絵ですね。7枚も描いている絵があって、その神奈川はもっと北斎のことを宣伝なさってもよろしいですよという、これはとても大事だと思ってます。というのは、ついこの間ですね、先週ですか、世界一行きたい国の
日本というのは一番になりましたね、世界で。というのは観光客がこれからいっぱい来ます。その時に北斎というのは非常に大きな目玉になっています。海外の方が有名ですから、日本よりはるかに。日本人が知らなすぎます。そういうことを含めてね、ちょっと神奈川は、神奈川沖の三浦はグレートウェーブを持ってますし、うん、7割でもその富岳さんという県の中で書いてます。素晴らしい県ですよね。僕さん大好きだったんでね、この辺をうど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 うしてましたね、鎌倉辺の島の辺をぐるぐる歩いてますね、北斎は。若い頃にも20枚ぐらい別のあのエリアの絵を描いてるんですね。そういう意味では、まあ北斎もこの辺も非常に好きだったということを含めましてね、神奈川はとても北斎っていうのは世界的な大きな目玉になってますから、ぜひとも大事にした方がよろしいですよっていうのと、もう一つは、我々がやってるこの、北斎展ですけども、アルザスで3年間ぐらいやることになりますが、その後でオランダのライデン、から中国の北京、これは北京も北京故宮ですね、北京故宮でぜひやってほしいという、ライデンでやります、北京でやります、それから、台北、これも台北の故宮でやります。そういうことはもう目白押しに入ってます。ということはですね、この5、6年ずっと僕たちは世界でその国際展をやるような形になるんですが、世界はとても大切にしてくれるんですね。まあ、仮にそのさっき言いましたベルリンの後のパリの国際展の70万人ですよね。ロンドンでも40万人ですか。大躍進ですね。だそういう意味では非常に世界で注目されてて、その話題を呼ぶんですけども、日本では非常にこう北斎の見方が見えてないというか、甘いというか、なんていうんですかね、そばにいるからということで大切にしないんですかね。それともう一つはグローバルな時代ですから、今は知的情報の時代なんで、どんどん悪い情報がどんどんはびこっていくんですね。良質な情報を発信しなくちゃいけないと僕は思ってるんですけども、そういう意味では世界が大切にしているとても優秀な北斎、しかも絵画というのは子供のために一番いいとされてますね。これは僕の言ってんじゃなくてダミーチャーズを描いてますけども、絵画が最高の芸術だということで、とてもその絵画を大切にしてますね。絵画はとても子供のためにいいんですね。まあ、そういうことを含めて北斎を大切になさるととてもいいんですけども、で、まあ、我々は世界をぐるぐる北斎展をやらなくちゃいけないという、そういう背景がありますので、そういうことで我々がやっておりますので、まあ、どっかに書いていただければ、ぜひ書いていただきたい。で、何かご質問があれば。ご質問ありますか。はい、ちょっと整理します。神奈川新聞川口です。はい、講演、はい、この18日にこの講演会をされると、はい、それで、この第3回ということなんですけれども、はい、これを全国でやってて、こちらがこちらの会場が3回目ということ。そうですね、日本橋でやりましてね、それから名古屋でやったんですね。で、今回ここで3回目という、そういう意味で、第3回ということで。そうです、第3回ということで、ね。先ほど議長おっしゃられました、神奈川、沖縄、三浦ですとか、はい、今回はその神奈川で開催するということで、はい、神奈川を扱った作品についてもご解説とかをしてくださるということです。はい。分かりました。まあね、ついでに今ご質問があったから、これは神奈川沖浪裏っていうタイトルを北斎が書いてますね。この絵はですね、皆さんあんまりご存じないかもしれませんけども、海外ではなぜそれだけ評判がいいのかって言いますとね、大きな波という自然、それに船が3隻いますね。自然と人間の争う様を霊峰の富士が見ている、神が見ている、三位一体の名画、海外ではそういうんですね。ですから村上さんの次に有名だっていうのは三位一体の名画、そういう言い方をするんですけども、日本人は知らないんですよね、寂しいから。
そういう意味ではね、しかも神奈川県並みらという、神奈川県にとってはとても素敵な話ですよ。で、これはですね、海の中から書いてるんですね。海の中から神奈川を見てる、富士を見てるっていう、そういう図ですよね。彼は海を、船を使いますんで、ほとんど船で動きますから、とても珍しいその絵師ですけども、旅の絵師なんですけどね。この富岳は36景プラス10景で46景描きましたが、その後で100景を別に出してますね。146景の富士山ですね。その他にですね、橋、ブリッジの100景、滝の100景、ダーッと折るんですね。全部70歳過ぎからですね。そういうことを考えますと、素晴らしい旅の絵師なんで、日本中やってますが、描いてますが、神奈川が一番多いですね。素晴らしい。一番多いんですか？東京はね、東京、江戸大きいですからね、はい。江戸は多いです。江戸の次ですね。あと、ごめんなさい、もう一つ。はい。ご説明にあった、国際北斎学会。はい。こちらは、理事長が立ち上げられたっていうこと。そうですね、私とね、もう一人、コカチューという小林先生というのがいるんですけども、彼引退しちゃいましたんでね、実質的には、私がやってたんですけども、これはですね、海外ではね、例えばその個人の学会がみんなあるんですね。例えばドラクロワ学会とかね、そのモネの学会もありますよね、セザンヌの学会もありますね。海外では個人 の, その学科の学会があるんですね、巨匠の。日本はないんですよ。浮世絵学会というと、ひとまとめにして学会がやってますという、そういうことを含めましてね、これは寂しいでしょうというと、せめて世界的な北斎なら、北斎の学会ぐらいちゃんと持ってよ。じゃあですね、ベネチアにもですね、パリにもですね、それからオランダのライデンにも、みんな北斎研究者いるんです。世界的な研究者もいます。まあ、ちなみにですね、これですけどね、今やってますね、これ。北斎の展覧会、サントリー美術館でやってます。これはですね、どういうことかって言いますとね、大英博が持っている北斎の展覧会です。日本人にない展覧会を彼らが持ってて、持ってきてやってるんです。大英が世界で一番北斎集めてます。これはですね、国が集めてるんですね。ネットで発信してますよね。データベースを作って、北斎。おかしいでしょ、とてもおかしいというのはですね、大英の学者とその学士院で学会をやったことなんですけども、ティム・クラークって言うんですか、なぜ北斎のことを集めてるんだ、データベース作ってます。国が3000万出してくれたんでデータベース作ってますって言うんですね。発信してますよね、ネットで。しかも買ってんですね、どんどん。これは本当ないんですか、オークションで、パリのオークションで、肉質の、下絵の肉質なんですけどね、103枚出たんですね。日本人も言ってますけど、日本人が言ってたのは勝者ですよね、言ってました。向こうは大英です。国がやってます。どんどん値上がりして、とってもいけない。やめました。6,000数百万で、その時も103枚、大英が買っていきました。どんどん集めてます。なぜかって言いますとね、北斎の絵っていうのはですね、3万あるって言われてるんですけど、1万5000ぐらいしか見えてないんですね。まだまだ出てくる世界が。そのことを大英はよく知ってましてね、宝の山だって書いてましたね、新聞に書いてましたね。その103枚っていうのはですね、百科事典を北斎で作ろうとしてるんですね、江戸時代に。絵の百科事典。そのうちの一部だ。だからこの百科事典だから、まだまだいっぱい出ますよ。これはティム・クラークが新聞に書いてる。だから楽しみだって書いてますけど、日本人で分かってんのかね。で、国に質問しましたけど、ね、まあ、大臣いろいろいますんで、100枚ものさ、国はどういう国なんだっていう、これはとても寂しい。ありがとうございます、はい、よろしいですか。じゃあすいません、以上で終了します。ありがとうございました、はい、なんか写真